はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はアウトオブバックベースボール21、松坂大輔怪物伝説の続きをやっていきたいと思います。ではね、9月になってますので、まずはセパ両リーグの、ね、順位表を確認しておきましょう。まずパリーグなんですが、1位ソフトバンク、2位にロッテ、3位に日本ハムがつけているという順位になっています。で、松坂大輔所属しているライオンズは第4位という結果です。楽天が少し失速して順位を大きく落としているのかなという印象ですね。一方セリーグなんですが、やっぱりジャイアンツ来ましたね。スタートダッシュには遅れましたけど、ジャイアンツが1位、2位にヤクルト、3位にタイガースと、で、カープが5位という状態ですね。まあ、残念ながら今シーズン開幕いつできるのか全くの不透明な状況ですけども、オープン戦はねジャイアンツかなり不調で連敗続きという結果だったんですが、ゲーム上ではペナントレースを独走中という状態になっています。続いて個人成績も確認しておきましょう。個人成績ですが、パリーグを見ていきます。まずパリーグなんですが、ホームラン王が西武の若き和製大砲山川ですね。で、レアードが2位につけているという状態で、アビレージ首位打者の方は近藤、北海道日本ハムファイターズの近藤が1位という状態です。他ご覧のような成績になっています。ではピッチングスタッフも見ていきましょう。ピッチングの方なんですが、バンデンハークが防御率トップですね。で、最多勝争いに関してはソフトバンク、ここもバンデンハークと、あと同じくソフトバンクの高橋が12勝で同率1位ですね。まあ、最多勝争いを同じチーム内で行っているっていう時点で、強いですよね。ソフトバンク、さらに3位の千賀10勝を上げていると、まあ、上位3人がソフトバンクで占めている。これがソフトバンクの強さの何よりの証、証拠になってますね。では続いて松坂の登板見ていきたいと思います。はい、では松坂なんですが、楽天戦に先発します。前回復帰戦の後、1回だけね、ローテーションをスキップさせてもらって、万全の体制を持って、この楽天戦に挑んでいきたいというふうに思っています。では早速ですね、1回、楽天打線を迎える松坂の立ち上がり、見ていきたいと思います。松坂ここまで今シーズン4勝ですね。本当にね、プロ野球もいつ開幕できるのか全くわからない、本当にそんな状況なので、プロ野球に限らずね、全てのスポーツでそういう状況だし、飲食店とかね、そういうところも本当に厳しい状況なのかなと思うんですけどね。僕の会社はその、割とリモートワークがしやすい、業種というか職種って言った方がいいのかな、なので僕はもうリモートワーク、テレワークに在宅勤務に完全に移行してるんですけど、在宅勤務できない、業種だったり職種だったりっていう人ももちろんいると思うので、そういう人たちが食品とか、必要なもの、生活必需品をきちんと行き渡るような工夫はしてあげてほしいなと思うんですけどね。特に独身でそういう場合だと、もう会社に行って帰ってきたら何もないですっていう状況に、なってると本当に悲しいですからね、っていう話をしていると、ライオンズ松坂先制ホームランを、打たれているという状態ですね。ただまだ1点なんでね、この後味方の奮起、ホームラン王争い単独と山川もいるんで、ここは打線の奮起に期待して、残りピシッと抑えてもらいたい。ここで松坂が追加点となるツーランホームラン、これを田中に打たれて3番浅村を迎えるという場面ですね。ここまで松坂2失点、なんとかこの2失点止まりで抑えてね、6回3失点、
いわゆるクオリティスタート、これをまず持って行ってもらって、味方の打線の奮起、これに期待しましょう。松坂ここでさらに追加点となるタイムリー、ライト前タイムリーを浴びて4失点目。なんとかね、抑えてもらいたい、そういう場面になりますが、ここはゲッツーになる。よし、これ以上の失点は許されない、そういう場面でしたね。まあもう経済がボロボロだしね。欧州、アメリカ、日本含めても当面の間、この厳しい状況というのが、まあ、コロナですね、変わらない、悪化させないことが重要っていうフェーズにね、多分もう入ってきてると思うので、どうなんでしょうね。半年1年っていう期間を覚悟しておいた方がいいのかなと思うんですけど、そうなると経済が本当に心配ですね。まあ、昇給もね、まあおそらくないんじゃないかなって思うし、それ以前に業種、職種によっては残念ながらね、倒産したり解雇されたりとかっていうケースも当然出てくると思うんで、まあ、そういった人たちを救うのに、じゃあ保証を全部していくのかってなるとね、国庫も無限にお金があるわけじゃないので、まあ、使ったお金はね、税金で徴収されるだけの話ですから、もうどうしようもないですよね、本当に。さあ松坂なんですが、6回4失点、ここでマウンドを降りたいと思います。はい、ゲームの方なんですが、7回8回とライオンズ追い上げ見せてくれたんですが、ゲームの方は4対6でライオンズ敗戦になっています。続いて松坂ですが、ファイターズ戦に先発します。相手の先発投手は右の村田。では松坂の立ち上がりです。コロナウイルスの話またしますけど、どうなんですかね、その致死率みたいな観点でいうと、いわゆるインフルエンザと比べてどうなのかって、 もちろん研究段階なのは重々承知の上なんですけど、本当に難しいですよね。経済を殺すのか、まあ、それともね、経済を浮かすためにある程度自粛をね、緩和していくのかっていう話はおそらくこの先ずっとされていくんだろうなと思うんですけど、このままね、自粛自粛で経済が死ぬと当然困ることにもなっていくだろうしなっていうね、本当に難しいですよね。ちなみにね、僕はもう美容院が休業になってしまったので、自分で髪を切ろうかなと思ってバリカンを買いました。まあ、美容院行くとヘッドスパを一緒につけてたんで、1回1万円、1ヶ月1万円かかってたのが、まあ、この先ね、その自分で切ることによって1ヶ月1万円が浮けば、行ってみれば1年で12万浮くんで、ちょっとね、今月からセルフカットに挑戦しようかなというふうに思ってますって話をしてたんですが、残念ながら松坂ノーアウトランナー満塁のピッチ、ヒットとフォアボールですね。ここは犠牲フライになるか、浅いフライですね、犠牲フライにならない、よし、よくぞ振り付けてくれた。これでワンアウトランナーが、これでテンポを抑えればね、持っていけるかなと思うんですが、フォアボール、押し出しのフォアボールで1点、先制点を献上。なおアウトカウント変わらず満塁、さらに2者連続の押し出し。さあ松坂正念場だな。松坂はね、コントロールが悪いイメージはないんですけどね、昔はね、9位9位でちょっとどうなのかなと思ってたんですけど、今はもうコントロールが悪いイメージはないんですけど、3者連続、4者連続フォアボール、
これはちょっと厳しいな。この辺りでちょっと抑えてもらわないと。4者連続押し出しからの満塁ホームラン、松坂2回8失点 KO。 いやちょっとかばう言葉も出てきませんね。はい、ゲームの方なんですが、序盤の松坂の大量失点が響いて、3対11大敗になっています。はい、松坂今回楽天戦になります。相手は塩見、前回は2回持たず8失点 KO、 その松坂なので今回ピシッといかないとね、この先松坂をローテーションに入れておくのも厳しくなってくる、まあ、そういうね背水の陣で臨んでもらいたい立ち上がりです。前回ね8失点っていうのはねちょっといただけないですよね。2回8失点ですからね。押し出し、4者連続押し出しからの満塁ホームランっていうね。走られた、ここはどうだ、アウトだ、タイミングアウト。よし、松坂今ワインドアップで投げたので走られてもおかしくないシチュエーションでしたけど、しっかり森が刺してくれましたね。ピンチを出して立ち上がり0点で済んでいます。松坂なんですが、ツーアウトランナー二塁一塁から2点同点タイムリーを浴びる。これで同点、ごめんなさい同点じゃないですね、3対2、1点のリードに変わっています。ここをリードのまま抑えたい。大丈夫ね、これはショートゴロに打ち取って今回にして、なお松坂1点リードを守っています。松坂ですが5回、ツーアウトランナーが行けてないですね。ツーアウトながらランナーが三塁一塁というところで、ここがセンター前同点タイムリー。これで点差がなくなりました。松坂勝ち投手の権利も消える。ただここでね浅村を抑えないと負けがつくという場面で浅村を空振りしましょう。あとは打線の奮起に期待しましょう。さあその松坂6回に入ります。ライオンズ打線が2点勝ち越ししてくれたので、この回抑えればね松坂に勝ち投手の権利がつく。ここをまずしっかり抑えてもらいたい。ただ2者連続ヒットでノーアウトランナーが3塁1塁、連打を浴びてスタミナがここで松坂、ここでマウンドを譲りたいと思います。はい、その後ゲームの方なんですが、6対4ライオンズが逃げ切ったというゲームになっています。松坂は5勝目を挙げたというゲームになっています。続いて松坂ロッテ戦に先発です。ここまで5勝4敗、もう一つ二つとね勝ち星を重ねてもらいたい。なんか報道かなんかで見ましたけど、松坂のね弟が結構なイケメンなんですよね。お兄ちゃんにあたる松坂がね結構ぷっくらしてる感じなんですけど、弟はね本当にイケメン、爽やかな感じでしたね。僕にはね男兄弟がいないので、男兄弟だとどんな関係になるのかわからないですけど、仲が良さそうに写真には写ってました。さあ松坂立ち上がり、ロッテ戦を相手に、三者凡退で切って取っています。続いて松坂、これホームラン王山川と争っているレアード相手にしてますが、ここは打ち取ってますね。
4回の松坂なんですが、先頭打者中村に先頭打者でツーベースを浴びてノーアウトランナーが2塁、まあ、そういうピンチになっています。ここをしのぎたいところでライト前タイムリー、先制点はロッテ戦ですね。ロッテ打線が先制点、まあ、ただまだ1点というところなので、この後後続をうまく立てればまだまだ、ね、ゲームは崩れてない。森が投げるが、ここは2投を許した。今僕自身もクイックを怠りましたね。ゆえに走られた。あそこでしっかりクイックをしていればというところなんですけど、松坂クイックどうなのかな。なんかクイックがねうまいっていうイメージあんまりないですけど、成瀬とかがねクイックうまいイメージありますね。6回の松坂好投を続けてるんですが、この回ノーアウトランナー二塁一塁でレイヤードを迎えるという場面ですね。松坂もねここまで1失点なんですが、ライオンズ打線が0点で抑えられている状態なので、なんとかね、打線の援護を待つ粘りの投球をしてもらいたいところで、レイヤードをゲッツーに仕留めて2アウトランナーが3塁、さらにピッチャーゴロに仕留め、この回0点で切り抜けました。あとは味方の援護を待つ。味方の援護がない中でのね好投が続いている松坂ですからね。ここでツーベースを浴びて再びスコアリングポジション二塁にランナーを置くという場面の松坂になります。バッターは8番の田村。下位打線でしっかり0点で抑えられるかどうか。田村はショートゴロ。9番の三木、ここをセカンドゴロに抑えてこの回0点。いやー味方のね本当に打線が奮起してくれれば勝ち投手の権利がつくというところですが、松坂7回1失点、残念ですがここまでですね。勝ち星つかず、好投してただけにちょっともったいない。はい、ゲームの方はその後ロッテがね1点追加点を挙げて、0対2ライオンズ負けています。はい、では松坂9月30日9月の、ね、最終戦になります。ソフトバンク戦に先発します。独走体制に入っているソフトバンク相手に、そして日本球界復帰の時の、ね、所属先でもあるソフトバンク戦、ここで勝ち星を挙げてもらいたい。まずは先頭打者にライト前ヒット、一塁に三木原を置いて2番の中村。三木原足むちゃくちゃ速いね。これはクイック、さらにダブルプレーを狙いたいが走られてしまう。これでノーアウトランナー2塁、場面変わりましたね。足の速さはピカイチなので、これ三木原は帰ってきますか。帰ってこない、残りましたね。そして3番のグラシ、これはなんか悪夢の予感がする。松坂大丈夫か。グラシエルにはセンター前タイムリー、打者3人で1点献上ですね。そして柳田、もう本当に、ね、ソフトバンク打線強力無比ですからね本当に。で5番にバレンティンっていう打線ですからね、この打線怖すぎるよ本当に。今年からねバレンティンがヤクルトからソフトバンクに移籍してますからね。これはクロスプレーになるが犠牲フライになりますね。バレンティンの犠牲フライで2点目。
まあ、今はやっぱりソフトバンクがね一番その戦力的に充実してるかなっていう印象がありますし、あと楽天石井 GM に変わってからね補強がだいぶ進んで、選手層厚くなってるなっていうイメージありますね。ちょっと松坂の送球が甘かったな。もっとビシッと投げてほしかったね。緩慢な動きでしたね。それによってランナー一塁です。そしてこの当たりは持ってかれるぞ。持ってかれる。ツーランホームラン。ここで川島にツーランを浴びた松坂、2回4失点ですね。ここまでさらに今宮にライト前、そして上位打線に帰ってきます。三木原にはライト前ですが、ここは今宮の暴走で三塁タッチアウトですね。今宮に助けられた形ですか。なんとかね松坂勝ち星もう1勝2勝上げてほしいなっていう場面なんですけどね。ちょっとここまで連打を浴びてしまっている。ここで松坂を諦めますか。2回8安打4失点。ちょっと今回松坂この後支えきれなそうなので松坂をここまでにしたいと思います。というわけでね、今回じゃあ9月をお届けしました。松坂ねいいピッチングした時もあったんですが、崩れる時は崩れるっていう形で、ね、ちょっと安定感に欠けてしまったので、10月はねなんとか A クラス入りに貢献してもらいたいというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。